こんにちは、まーです。グラ様やっていきたいと思います。はい、ということでね、本日アップデートがありましたので見ていきたいと思います。よいしょ。アップデートメンテナンスですね。9月の13日本日ですね。はい、まずアップデート内容、レイアス覚醒解放おめでとうございます。やっとだね。だって今4周年、うん、5周年に向かってる中でやっとですね。で、大型ボスに変身するリベレーションユニットが登場。メインストーリー14章の追加、不具合の修正ということで、で、メンテナンス内容がですね、メインストーリー14章後輩公開、イベントの開催、あとメインストーリーのラング経験値2倍、1日5回無料コンティニューキャンペーン、これ嬉しいよね。新ユニットエミー登場です。で、エミーの新装備&新グランスケールをピックアップ、新装備召喚、へえ、そんなのもやるんだ。はい、ということで、まあちょっとね、不具合も起きてるみたいですね。まあ、この辺は見ておくとして、まずメインストーリーから新ユニットエミー登場ということで、私ですね、前も言ったと思うんですけどね、メインストーリーがマジで止まってるので全然エミーさん存じ上げないんですけどまあ今回のストーリーなんだ、追加されてくるユニットってことなのかな、まあ、とりあえずね、ストーリー追いついてないので申し訳ないんですが、あ、久々だね、これ。超英雄祭。歯で合ってる。歯だよね。で、今回の英雄祭では英雄石15個をエミーの新装備2種のいずれかと交換することができますと。で、こちら新ユニットのエミーさん。かわいいですね。こんなかわいい顔をして、なんだっけ、リベレーションみたいな感じで大型ボスになると。エミーを編成することにより、メインクエスト、間違った、メインストーリーイベント交換アイテムの獲得数がアップするそうです。で、このね、リベレーションっていうのが今回初めてなんですよね。これ面白いよね。新奥義が70秒間リベレーション状態になる、まあ、ある意味マギアドライブみたいな、ちょっと異質だけど、そんな感じかな。で、奥義が30秒間味方闇属性ユニットのダメージ 60% アップ。スキルが6秒間敵の魔法耐性 10% ダウンと。で、まさかのね、大型ボスになるんですよね。70秒間、この子の場合は。で、リベレーション中は、奥義ゲージと装備欄が専用のものに切り替わり、特殊なスキルの発動が可能となります。で、一定期間が経過すると元の姿に戻ります。バフデバフ等は変身中の状態を引き継ぎ、奥義ゲージはゼロに戻りますと。で、このリベレーションした後ですね、特殊スキルと奥義玉、変身中奥義ゲージの代わりに奥義玉を貯めることで強力な大奥義、大奥義じゃないよね、大奥義だよね、発動することができます。うちらうちらニコイチみたいな、ごめんなさい、おばさんでした。私たちが大型ボスと戦うときに、この出ますよね、この奥義玉ね、敵のとこにね、あ、次これ敵の奥義来るぞっていう、それがまさしく自分たちが持つことになるという。で、大奥義発動後は奥義玉が、ゼロに戻りますと。で、特殊スキル 1,2,3 と装備スキルの代わりにあるそうです。で、奥義玉は特殊スキルを使用することでのみ増加し、5つ貯めると大奥義が発動。で、 BE の取得や奥義ゲージアップ等の効果は奥義玉に影響しませんということです。変身中も装備 CT は回復します。はあ、装備 CT ってことは、もともとの特殊スキルになる前ってことなのかな。で、このリベレーション変身後ですね、特殊スキル
80%、今日読み間違い多いね、ごめんなさい。 80% の確率で敵を暗闇、2が15秒間敵の火ダメ 50% アップ、3が20秒間敵のクリティカル耐えて 100% ダウンで、大スキル、あ、そっか、大スキルっていうのもあんのか。で、大奥義は12万の闇属性魔法ダメージ、やばくね。15秒間味方全体の奥義ダメージ 100% アップと。はあ、すごいね。やっぱ変身後はでかいですね、なかなか。で、この新装備がね、2つあります。はい。いやー、すごいな。またなんか新しいの考えてきたよね。で、これ1万錬金でも引けるんですけど、抱き合わせが、エミー、マリカ、ベル、シャディ、ゼイオルグ、ヒカリ、アルシェ、グランブレイブと。欲しいけどな、深追い怖いな。なんかこの人見たことある気がする、この声優さん。はい。で、こちらですね。メインストーリーのね、公開に伴ってですね、レイアスが覚醒することになるんですけども、まあ、このね、メインストーリーイベントっていうのは何回か来てますね。で、ちょっと待ってね。まあ、この辺は今までと一緒なんですが、そう、マルチできますからね、このクエストだけ。で、レイアスは何？どうやって覚醒するの？なんかお楽しみにみたいな感じだったよね、ツイッターでもね。はい。あ、このミッションでもこのなんかもらえるんだ。なんだかの奇跡。次これ見ようか。新グランスケル&エミー新装備2種。ん？新装備召喚。あ、新たに覚醒するレイアスの新装備がグランスケルか？なるほど。詳細は別のお知らせ後日公開予定。アプリ内では確認することができます。あ、そうなの？あ、なんか覚醒後のレイアスのちょっと凛々しい顔映ってますね。はいはいはい。初回で星5装備確定だ。1個。はいはい。グランスケルのピックアップ。あ、他のね、この辺のも出るよっていう。新装備ガチャあんまり普段来ないから嬉しいですね。待って、アプリではってどこで見んだ？ここかな？おお！なるほど。なんか、いかにもって感じの見た目ですよね。このフォルムか。あ、これは、リリース後に公開。なんか翌日に出るみたいな感じだったよね。はい、ということで、これさ、ちょっとさ、ここに行ったらレイアスの覚醒に。お！素材が足りねえ。素材が足りねえぞ。何これ、超気になるんだけど。うわ、ちょっと待って。あ、メインクエスト、ラリズ魔導峡谷北部、ここ行かなきゃダメなんだ。うわー、マジか。やべえ、まだみんなに覚醒後をお見せできない。これメインクエスト進めてる人は見れるね。ちょっと待って、これ性能だけでもここで見えるよ。奥義が40秒間味方全体の攻撃力 50% アップ。かっこいいね。エクスフォーゼ。60秒間エクスフォーゼ状態となる。どうした？おお、これか。覚醒レイアス、エクスフォーゼ。急になんか中二病満載じゃない？大丈夫これ。しかもさ、このさ、上のアルファベット、エクスフォーゼがマジさ、iPhone みたいに見えるわ。覚醒したレイアスが新奥義を発動することで一定時間エクスフォーゼ状態になり、通常攻撃スキル奥義、新奥義が変化します。一定時間が経過すると元の姿に戻ります。元の姿に戻った時、奥義ゲージやバフデバフの状態は変身中のものを引き継げますと。はぁ。
すごいな、なんか仮面ライダーみたいだな。で、XP 奥義っていうの、エクスフォーゼ奥義ってことね。15秒間味方全体の最大 HP20% アップ。へえ、被ダメージを合計1000無効化。エクスフォーゼ新奥義。20秒間味方全体の物理ダメージ120%アップ。自身の奥義ゲージ3アップ。へえ、待って、何秒だっけ？ 60 秒間か、1分か。なるほどね。さっきの、なんだっけ、リベレーションが70秒とかだったよね、確かね。なるほど。で、私の愛するボックスのマギドラは、180秒間。まあ、短い分、効果が、でかいと思いたいよね、このレイアスと、今回の何でしたっけ、エミね。はい、ということで、ちょっとなんか情報が盛りだくさんで、長い動画になっちゃったんですけど、ちょっとさっきね、ツイッターちらっと見たけど、あんまり新しい情報はなかったので、まあ、この今、アプリで見たのが今んとこ新しいのかなと思います。はい、ということで。まあちょっとね、これを機にね、レイアース覚醒したいので、ちょっとメインクエスト頑張りたいな 頑張れるかな？ちょっとでも頑張りたいよね。はい。ちょっと全然メインクエスト進めてないのがバレバレで恥ずかしいんですけども。はい。ということでね、今日はちょっと雑談動画になっちゃったんですけども、次回ね、エミ狙ってガチャ引いていきたいと思うので、よかったら見てください。はい、ということで、よければチャンネル登録と高評価、ツイッターのフォローよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。